ある生活をもっと楽しく。おはようございます、かずきです。バウンディの怪獣の花歌、かっこよすぎない？僕バウンディもこの曲もめちゃくちゃ好きで、家で狂ったように聴いてるんですけど、ふと思ったんですよ。怪獣の花歌ってかっこよさの割にはシンプルだぞと。多分ね、ギターにちょっと慣れてきたよぐらいの初心者さんなら全然練習していけると思います。コードをいくつか覚えて、で右手でアルペジオを練習すればもう一曲通してすぐ弾けるよみたいな、そんなレベルですので、これはもう解説するしかないということでやっていきたいと思います。それでは楽しんでいきましょう。でまずは軽く音作りについてお話ししたいと思います。まずギターなんですけど、僕はストラトのセンターピックアップを使っています。なんかね、始めリアでもいいかなって思ったんですけど、これだとちょっと細すぎるんですよね。なんかもう少し音が太く温かい感じが欲しかったのと、でなおかつギラギラした感じも残したかったので、センターがちょうどいいかなと思ってます。で例えばこういうピックアップが2つだけついているギターでも、この2つのミックスポジション、ここをね使ってあげるのがいいかなと思います。で僕はこのアンプの代わりにアンプシミュレーターで音を作ってるんですけど、特にねベースミドルトレブルはいじってなくて、もう完全に5にしたままで弾いています。で今回たまたまこれでいけたんですけど、使うギターによってはもうちょっとベース太い音が欲しいなとか、あともうちょっとジャキッとさせたいからトレブル上げたいなとか、こういう感じでね微妙に調整していってください。まああんまり深く考えずにジャラーンって弾いた時に、まあ別に変な音ではないなっていうぐらいに。でそれよりも今回重要なのがこっちですね。ブルースドライバー BD2、 結構歪み量が多い上にかなりジャキジャキしたサウンドも作れるので、この曲にめちゃくちゃぴったりだと思うんですよね。僕はつまみをこんな感じで原因とトーンを少しずつ上げています。まあ、ハムバッカーのギターとか使ってる人はね、原因をこうもうちょっと下げてあげたりとか、トーンをもうちょっと上げてあげたりとか、こういうセッティングにしてあげるのがいいのかなと思います。まあ、ストラトのシングルならねこんな感じでいいと思います。エフェクターオンとオフを比べてみましょう。こういう音で弾いていきます。このアルペジオがいきなりかっこいいんですよね。でまずねタブ譜を追っていく前にコード進行から覚えましょう。まあ、タブ譜を見て一個一個数字を追っていくよりも、まずはコードフォームどうやって押さえてるのかっていうのを知っておいた方がすごく練習の効率がいいのでおすすめです。はい、ということで最初のコードが Dsus2onG っていうやつですね。薬指で6弦を押さえて、で5弦はミュート、薬指の腹でミュートしています。で4弦開放の中指で3弦の2フレット、小指で2弦の3フレットで、これ1弦には触らないようにして1弦開放が鳴るようにします。こんなフォームです。次のコードがですね Dsus2onFシャープになってます。まあ、1個目のコードでは薬指で6弦3フレットを押さえてたと思うんですけど、それの代わりにですね、今余ってる人差し指を使って6弦の2フレットを押さえてあげます。でそれより下は一緒、こんな感じで。次のコードもめちゃくちゃ簡単。今押さえてる6弦2フレットの人差し指、これをですね1個ずらして6弦の1フレットにするっていうだけですね。これが Dmadd9onF っていうコードになります。まずはねこの3つのコードを抑えられるようになっておきましょう。でコードが抑えられたら、次は右手でアルペジオをしていきましょう。まあ、ここがちょっと難しいポイントですね。でこれピッキングの順番なんですけど、まずはダウンピッキングで、次もダウンピッキングで、次2弦はアップで弾きます。そして3弦ダウン、そして次1弦を弾くときはまたアップ
で2弦ダウンの最後に3弦をアップ、ゆっくり弾くと、こんな感じになります。初めのうちはこの弦移動が大変だと思うので、こうミスする癖がついてしまわないように、ゆっくり確実に自分が弾けるぐらいの速さから練習していきましょう。2つ目以降のコードでも一緒です。でこの一番最後の小節だけリズムがちょっと変わって、こんな感じになります。最初ダウンで弾いて、で次は3連続でアップで弾きます。そして最後の音もダウン、こういうパターンですね。ここまでで A メロの前半が終了。 A メロの後半はほとんど一緒ですね。最後のコードだけまた変わります。こんな感じで最後だけジャ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 ってコードストロークに変わるっていう感じですね。まあ、結構覚えやすい方だと思うので、ぜひ頑張ってみましょう。次は B メロ。はい、B メロはさっきよりもシンプルですね。まずは Em7 をジャーンって鳴らします。小指で2弦の3フレットだけを押さえておいて、あとはその上を全部開放弦ジャーンっていう感じで鳴らしましょう。で鳴らしたら次アルペジオですね。こんな感じで最初4弦の開放弦を弾いて、でその後中指を使って4弦2フレットをハンマリングですね。であとは普通にアルペジオ。こんな感じで2つ目のコードが Dsus2 on F シャープ。これは今までのとこが弾けてれば OK かなと思います。で次3つ目が Gsus2 っていうコードなんですけど、今のこのコードの状態から薬指で6弦3フレットを押さえてあげる。で人差し指と小指は離しちゃって、中指だけね3弦2フレットに残したままにしておきます。そうすると Gsus2 になります。で最後は普通に A コードを押さえて、こんな感じでサビに行くっていう、まあ、A メロよりもピッキングパターンがシンプルなので、さっきのフレーズが弾けてれば B メロも弾けるかなと思います。このサビね弾いててめっちゃ楽しいんですよ。コードをジャカジャカしてるだけでかっこいいって神でしょ。というわけで弾き方なんですけど、まずねそもそもサビの前にこういう効果音が入っています。チャカトゥーンみたいなやつ。これどうやってんのかっていうと、まず最初にですね、まあ、12フレットあたりですかね、この辺をパッてミュート、左手でミュートしてあげて、で右手で1弦から4弦あたりですかね、この辺をチャカっていう風に弾いてあげます。でその後に今度は中指と薬指、まあ、大体この2本ですかね、この2本指をこう適当に5、6弦の上に置いてこう押さえるんですね。まあ、押さえるとこはどこでも大丈夫です。でこの状態でこう下げてあげる。今の2つを組み合わせてあげると
こういう感じの効果音になります。サビ前にこれがあるのかっこいいんですよね。でこれ今なんでねこれ6弦を中指1本で下げるとかじゃなくて中指と薬指も添えるようにしたのかっていうとですね、サビの最初のコードがこれ6弦3フレット、ここを薬指で押さえるコードなんですよね。まあ G-sus2 なんですけど。でこのグリスダウンからのこの6弦3フレットにスムーズに移れるように、このグリスダウンをやる前に薬指をあの6弦まで届かせておくことで、ほらこんな感じで流れるようにコードにつながりましたよね。はい、そういう弾きやすさをちょっと追求するためにこうしてみました。じゃあサビのコード進行は何かっていうと、最初がね G-sus2 ですね。で次に出てくるのが A-sus4、 6弦の薬指を離して余ってる人差し指を使って4弦の2フレットを押さえる。でこの状態で鳴らします。6弦はねこの親指とかで触っておいてミュートしましょう。で次のコードが Bm7 ですね。今人差し指で4弦の2フレット押さえてると思うんですけど、この人差し指をですね1個上の弦に上げます。5弦の2フレット、これだけでコードチェンジが完了。あの5弦を押さえてる人差し指の腹で4弦に触ってねならないようにミュートしておきましょう。で次の D-sus2 on F シャープも簡単、今と同じ動きをします。今人差し指が5弦の2フレットを押さえてると思うので、また1個上に上げて人差し指で6弦の2フレットを押さえます。この時も人差し指の腹側で5弦をミュートしておきましょう。はい、こんな感じで S サビはめちゃくちゃ簡単ですよね。もうほとんど人差し指動かしてるだけじゃんっていう感じです。ストロークもめちゃくちゃシンプル、最初にダウンピッキングで1回ジャーンって鳴らして、あとはジャカジャカジャカっていう風にダウンアップで弾いていきます。めっちゃ簡単。まあ、2周目はね最後 F シャープに行かずに Bm7 のままずっとジャカジャカしてるので、そこだけ間違えないように注意しましょう。でサビの後半部分もほとんど一緒、最後のコードだけちょっと変わります。あの最後が D-sus2 に変わったっていうだけですね。ここまでで1番が完了。最初なんですけど、基本的に曲の左側からは1番と同じアルペジオが聞こえてるんですよね。うん、でもね一応この右からこれをオクターブ上げたアルペジオ、こっちも聞こえてますので、せっかくならね2番はこっちを弾いてあげても楽しいのかなと思います。押さえ方はこんな感じ、中指で3弦、薬指で2弦で人差し指で1弦を押さえています。ゆっくり弾くのでぜひ真似してみてください。はい、でこのアルペジオの終わり際にこんな感じで、これねナチュラルハーモニクスっていうテクニックを使ってるんですよね。7フレット、まあ、このフレットがありますよね、銀の棒、この7フレットの真上に指を軽くポンって置いてあげます。これギュッと押さえてるんじゃなくて軽く置いてるだけで、この状態でピッキングしてあげます。そうで、ピッキングした瞬間に指をパッて離してあげるんですね。そうすると
こんな感じでポーンっていう音が鳴ります。これを連続で出します。まあこれ一見難しそうなんですけど、慣れたらすぐできるのでぜひチャレンジしてみましょう。で次 B メロはですね、1番とコード進行は変わらないんですけど、結構ねコードをジャーンってやるだけじゃなくてちょっとリードギターっぽいフレーズも入っています。それがこんな感じ。ちょっとむずいですよねこれ。まず普通に Em7 鳴らします。で次この人差し指と中指、この2本を使ってこんな感じで3弦の7フレットと2弦の8フレットにこうスライドするんですね。でその後にこんな感じで弾きます。まあ、人差し指で2弦も3弦も両方押さえてる状態にしてあげてください。2弦10フレットは小指で押さえると。でこの次がちょっとむずいんですけど、こんな感じで、これブリッジミュートを鳴らすんですね。ブリッジと弦の間にこう右手を置きながら弾くっていうやつで、3弦はこれで弾くけど2弦は普通に音を鳴らすので、それが交互に来るんですよ。こんな感じで、だから右手をよく見るとこうブリッジに置いたり離したり置いたり離したり、結構跳ねた感じになるんですよね。こんな感じ、極端にやると、まあ、初めはめちゃくちゃゆっくりでいいので練習しましょう。であとはコードに戻ります。こんな感じ。最後の A コードなんですけど、こう途中で中指を使って3弦6フレットまでスライドしてこうやってるんですよね。で最後に鳴らしてるこの3つの音、これっていうのはですね、6弦ルートの A コード、まあ普通によく見るバレエコードの A だと思うんですけど、このコードの1弦から3弦だけを弾いたものなんですよね。そうだからこれもね A コードなんですよ。サビはね1番とほとんど一緒ですね。まあ、サビの最後に出てくる Dsus2、 ここで1番ではジャカジャカやってたんですけど、2番にはちょっとアルペジオに変わってます。こんな感じ。
はい、こんな感じでラスサビからアウトロまでは正直ねずっとサビのコード進行を繰り返しているだけなので新しく覚えることはありません。まあでも周りの楽器とかボーカルがめちゃくちゃ盛り上がってるとこなのでジャカジャカやってるだけでも最高に楽しい。テンション上がったままジャカジャカ弾いてあげてください。はい、以上お疲れ様でした。こんな感じでもう曲のほとんどがサビのコード進行の繰り返しと言っても過言ではないので、もう本当にいくつかフレーズを覚えてしまえば1曲通して弾けると思います。弾けたら最高に楽しいのでぜひ頑張りましょう。それではこのチャンネルではこんな感じでギターのある生活をもっと楽しくをコンセプトに発信していますので、ぜひまだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。